はい、皆さんこんにちは、ぜんちゃんです。というわけで今回まなぶさんに来ていただいてます。お願いします。お願いします。まなぶ18号です。まなぶさんのチャンネルの方で、守谷隊で対戦しているので、そちらをぜひ、見てください。はい、あまり見られたくないんですけどもね結果がちょっと分かっちゃう。結果がね、どうなの分かんないですよ、まだね、どうなったかね見てください。ということで今回はですね、まなぶさんにプロスピをちょっとガチっていただきたくて、はい、まあ、いろいろとアドバイスを送らせていただこうかなと思います。いただけますか。助かります。ちょっとこれを機にね、はい、ちょっと阪神純正を極めていただきたいなと思うので、はい、分からないことがあればどんどん聞いてください。あ、答えてくれますか。いっぱいあるんですよ。まず僕の阪神純正オーダーとか見て、まあ僕ちょっとオーダーの組み方っていうか、どの選手を使ったらいいかとか、まあ分かんないですよね。僕好きな選手はとりあえず使ってもいい。今の阪神のスタメンにこう合わせたようなスタメン作ったりとかしてるんで、じゃあちょっと見ていただいても。プロスピって2つ要素があって、はい、リーグとリアルタイム対戦っていう2つがあるんですよ、うん、結構この2つってオーダーが変わってくるんで、リアルタイム対戦用のオーダーをちょっと教えていきたいなと思います。はい、違うんや。全然違うんですよね。で、リアルタイム対戦において一番大事なのって、はい、守備能力なんですよ。守備そんなに、守備めちゃめちゃ大事です。そんなにエラーもしないし。なんで大事かっていうと、守備って自分で操作できないんですよ。確かに勝手に動くんで、もう能力が高い選手を使わないと守備範囲も狭くなっちゃうし、うん、エラーもやっぱり多くなっちゃうんですよね。全然守備は重要視してなかった。コンピューターの方だとあんまりエラーしないんですけど、やっぱりリアルタイム対戦いっぱいやってるとエラーってどんどん出ちゃうんで、その守備適性の基礎から教えていきたいなと思います、はい、この中で一番高いのって多分大山選手なんですよ、適性は SABCDEF ってあって、はい、まあ、S になればなるほど、強くっていうか、まあ、うん、守備範囲が広くなるんですけど、だいたいそうですね、セカンドショートは B 以上が一つの目安です。それ大事ですから。で、サードファースト外野は最低 C 以上かなっていうのが一つの目安ですね。大山選手守備いい方なんですか。大山選手、このシリーズの大山選手は特殊って言って適性を上げれたりするんですよ。 ありますあります。これ79っていうことは一つ上げれば適性 A にできるんで、この大山選手はめちゃめちゃ高いです。なるほど。投球ミスちょっとねばっかりしてるイメージあるんで、ちょっとゲームでは全然、でもそのスローイングとか肩もその同じぐらいのあれなんですけど、スローイング B 肩 A ってこれもめちゃめちゃ高い方です。おー、なのでスローイング B はあんまり送球エラーしないです。大山選手はもう守備最強ということで。おー、肩使おう。問題はその他のポジションなんですよ。これ表示切り替えで見れるんですけど、近本選手は新しいシリーズだと適正 A って言って一番いいんで、まあ、近本選手は新しいシリーズを獲得すればまあ、解決するんですけど、うん、本当に大事なのがセカンドショートですね。ここは本当に大事です。いやー、だって阪神にもともとおらへんもん、セカンド。まあまあ中野選手よね。中野選手が出てきたら高くなりそうかなと思うんですけど、はい、阪神純正やる上でもうショートって今のところ鳥谷さん一択なんですよ。吉田芳生さんとかいないですか。吉田芳生さんまだいないです。いないですか。まだいないです。出してくださいよ守備完璧でしょ。そうですね。でショート鳥谷選手、セカンドはバックスクリーン3連発を放った岡田選手か平野さん。おお、平野さんは絶対守備です。の2択かな、阪神純正は。なるほど、まあ、それで本当に二遊間を形成しないといけないですね。ゲットしないとダメですね。ファーストはバースでいいと思うんですよ。ファーストそんな守備力、そうですね、 D あればいいかなって感じなんで、はい、本当にセカンドショートをまあそういう選手を獲得してほしいなと思うんですけど、鳥谷選手も平野選手もその TS っていうタイムスリップセレクションで出ちゃってるんで、再臨っていうもう一回獲得できるチャンスのあるガチャが来るんですけど、それを逃しちゃうとまた1年後2年後になっちゃうんで、そっか、それまで糸原選手で頑張るぞ俺は。本当やってったら分かると思うんですけど、ショートセカンド D は超苦しいです。なるほど、全
然気にしてなかったっすわ。阪神純正の最強理想のオーダーっていうのがあって、え、聞けるんですか？それをちょっと紹介します。キャッチャー、キャッチャー、まあ現役だとやっぱ梅野選手ですね、はいはい、僕は一択だと思うんですけど、うん、OB で田淵さん、そらバッティング、城島さん、はい、阪神、まあ、ホークスもそうなんですけど、キャッチャーがすごい豊富なんで、うん、キャッチャーの選択肢はものすごく多いです。でもそんな盗塁って結構リアタイするんですか？する人はしますね。てか、キャッチャーの能力が低ければ低いほど走られやすくなるっていうか、まあ盗塁しようという気持ちになるんで、まあ、城島さん、田淵さん、上野選手ぐらいの、うん、まあ、肩があれば、うん、結構抑止力につながるかなと思います。なるほど。ファーストはバースでいいと思うんですよ。合ってた。で、セカンドは先ほど言った通り、まあ、岡田さんか平野さんですね。サードは大山さんもいいと思うんですけど、掛布さんの選択肢があります、うん、いや頑張って取ろうとしたんですけどね。いや掛布さんはめちゃめちゃ強いです、ね、エナジー消費するだけで全然取れなかったですよ。ショートはもう鳥谷選手、今のところ一択です。まあ、今後中野選手がどうなるか。そうですね、中野選手が結構良くなりそうなんで、まあ、シリーズ2でできたら適正 B ぐらいにはなると思います。そうですね、外野、近本選手はすごく守備からありだと思うんですけど、うん、はい、まあいくつかそうですね、候補挙げるなら兄貴こと金本選手が、え、せ、せ、え、いや、外野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 、そうですね、はいはい、レフトだったらそうですね、金本選手、ライトだったら真由美さんとか、うん、そこら辺の選手に阪神は。あとセンターだったら近本選手もすごく高いんですけど、わかりますよ、吉川さん、新庄選手、正解それはもう守備方はいいでしょう。新庄選手は特殊をすると適正 S にできるんですよ。めちゃめちゃ守備範囲広いです。なので、まあ近本選手とも十分なんですけど、まあ、さらにその上がいるよっていう、そこら辺の選手は OB っていうガチャで登場するので、まあ、課金しまくって当てていただきたいなと。ですね、こう頑張ってますけどね、なかなか。結構阪神純正今のところ野手の場合は現役よりそういう TS とか OB とかいうレジェンドの選手がまあ、必要となってきます。続いて投手なんですけど、投手は自信ありますよ僕。投手極み多いですね。あ、そうです、頑張った、極み頑張りました。まあやっぱり阪神純正でリアルタイム対戦やるのであれば藤波選手がもうエースです。これはもう確定事項。何がいいんですか？球が速い、はい、でツーシームっていう球種がリアタイで一番強い球種なんですよ、はいはい、なのでやっぱ速例がある藤波選手、あとフォークとか落ちる系もあるんで、藤波選手が圧倒的に強いですね。おー、あとはやっぱり西選手、秋山選手も、まあ、ローテには絶対入ってくるかなっていう感じです。制球力がね、そうですね、この2人めちゃめちゃコントロールいいんで、ビタ止め、もうビタビタに決めてあげると、ね、多分打たれにくくなります、はい、で中継ぎがですね、青柳投手は僕めっちゃおすすめっていうか球種多いし使えそうなイメージあるんですけど、どうですか？そうですね、決して弱くはないんですけど、このツーシームっていうのがシュート方向にあるんですよ。あ、そうなんですよ。これがツーシームってストレート方向にないと強さってもう本当に大幅にダウンしちゃうんで、シュート方向のツーシームはあんまり強くないです。青柳さん、でも今年すごいですからね。まあまあ実際の青柳投手はねすごいですから、まあもしかしたら、うん、変わったりするかも、データが大幅にアップするかも、そうなるかもしれませんね。それはもう来てみないと。雨が降るね、ノーコードとかなるかわかんないですよそれいいです ね強い人と当たったらね、雨降らせてもうなくしちゃうみたいな。そうですね、中継ぎ、まあ、昔で言うとドリスがめちゃめちゃ強かったんですけど、もういないんで。ドリス劇場怒らないですか？ドリス劇場怒らないです、野菜では最強です、5歳最強でした、そうですね、現役だとちょっと苦しいっちゃ苦しいんですけど、岩佐田さん強いです、おすすめ。え、岩佐田さんめちゃめちゃ強いです。ツーシームあるし球種も多いんで、岩佐田さんは中継ぎの中でも結構要になっているかなと。あとはそうですね、スアレス選手もツーシームがシュート方向なんですよ。あ、本当や。これがストレート方向だったらドリス並みに強いんですけど、これもね、ちょっと変えてほしいんですよ。なるほどね。スアレスもすごいじゃないですか。あ、ありがとうございます。そうなんですよ。ありがとうございます。でもこんなピッチャーじゃなかったですかね。ツーシームとか投げてませんでしたもん。ホークスの時、やっぱ魔改造されてめちゃめちゃ今活躍してますね。僕はちょっと梶谷選手も頑張っていただきたいなと。あと日本選手も、ね、日本選手も頑張ってもらわないと。ちなみに日本選手結構強いです、リアタイ。ああ、そうですか。なので、自分もホークス純正で入れてるんですけど、
と日本選手が出てきたら獲得していただきたいです。わかりました。全力で、ね、とりあえずもうリアルタイム対戦覚えておいた方がいいのはツーシームがある投手がとりあえず強いっていう。なるほど、ストレート方向のツーシーム。秋山選手とか藤浪選手とか岩佐選手とかここら辺の選手が阪神純正だったら重要な人物になってきます。なるほど、分かります。ババ投手、ババ投手はそうですね、ちょっときついですよね。球種がもう球種なんですよね、正直。うん、もうその選手がいくらいい成績を残しているとかじゃなく、なるほど、何の球種を持っているかっていう球種芸なんで言っちゃうと、言ったら僕一番大好きなキュウリさん、まあ、すごい投手やけどリアタイで言ったら球種少ないですよね。このシリーズは正直ちょっとリアルタイム対戦では弱いです。なるほど。ただ1回ツーシームで出てきた時があるんです。おお、それはいけます。てかそれは必要ですね、阪神選手だったら。なるほど、ぜひ今後出てきたら試していただきたいなと思うんですけど、はい、多分出てこないです。あら、そうな、幻の。あれ幻でした。逃してもうたで。いやそうですね、お母さんは必要ですねっていう感じで、本当に必要な選手って集めていかないと今後チャンスがない選手もいるんで、ぜひ、そうですね、もうなんか追加されるたびにこの選手いりますかって聞いていただければ答えるんで。だからこんな、もうなんかリアタイであんまり通用しない選手はもう育てずに。そうですね、リアタイメインでやっていくんだったらそうなんですけど。なるほど。まあそれこそこのリーグオーダーっていう、こっちはあの自動で試合やってくれるんですけど、はい、これだとまたちょっと話変わってくるんで。ああ、なるほど。奥が深い。自分で操作するわけじゃないからまた違うんですね。そうですね、リアルタイム対戦で強くてもリーグオーダーではそうでもない選手、その逆もしっかりある。なるほど、ツーシームとか関係ない、ね、関係ないです、もうこっちは。そういうことか。なので、まあ、聞いていただければなと、もう都度お答えします。はい、はい、ありがとうございます。ということで、オーダーのアドバイスは終わりたいなと思います。ありがとうございました。なるほど、もう強くなった気分や。今なら勝てそう。育てんでいい選手も頑張って育てるかな。いや、まあでもね、結局やっぱ愛のある選手を育てないとモチベーションが上がらないので、ね、自分も雅子選手好きで使ってる。正直あんま能力高くないんですけど、それも大事ですね。選手をね、入れてあげるのも大事なんですけど、全然、うん、ちょっとその選手ばっかりだとちょっと苦しくなってくるんで、うん、そのいいバランスを見極めていただきたいなと思います。というわけで今回阪神純正について語っていったんですけど、はい、ありがとうございます。いやもう勉強になりましたよ。サトテルとかは今後すごく重要な選手に。いや多分ね、めちゃめちゃ強くなると思う。なりますよね。弾道が今パワーヒッターなんですけど、絶対アーティストとか、アーティストになったらもうめちゃめちゃ強くなるんで。ですよね。もう12球団目線で見ても期待してます。お、あと中野選手も。中野選手も絶対良くなる。なりますよね。明るい、純正、阪神純正明るいってことです ね。多分1年後めちゃめちゃ強くなってるんで。おっしゃ、楽しみにしてます。課金島来るぞ。お願いします。お願いします。トップ10ぐらいにはなってます。わかりました、ほんまに。前ちゃんさんから聞いたね、オーダー作って完成してまた対戦お願いします。そうですね、はい、リベンジ待ってるんで。はい、ということで、まなぶさんの方のチャンネルにも動画上がってますし、はい、チャンネル登録もね、してないという方は概要欄にリンクがあるのでチャンネル登録もしてください。阪神ファン関係なくお願いします。ということで今回は終わりたいなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。